こんにちはまるさんです山中湖情報創造館新着図書からこんにちは、えー、今紹介する本はこちらです、えー、よくしわかるこれピクサーって書いてありますあのー みんな知ってるよね <laughs>、えー、トイ・ストーリーズとか、えー、いろいろ、まあ、そういったディズニーのコンピュータグラフィックスの 3D のコンピュータグラフィックスで描かれているアニメーションほとんどピクサーという会社が作っていますほとんど全部、えー。もともとピクサーという会社はあの「ス,、えー、スター・ウォーズをつっ」を作ったジョージ・ルーカスのルーカスフィルムの中にあったコンピュータグラフィックス部門だけどねその後、えー、いろいろありまして。 なんとあの亡くなってしまいましたけれどもアップル社のスティーブ・ジョブスがこの大株主になっているんですね。でその、えー、スティーブ・ジョブスがピクサーを買った時、えー、実はあの頃ですねジョブスさんは、えー、アップルを追い出されて、えー、ネクストというコンピューターを作ってた時期でもあります。そそこから、えー、まあ、ジョブスのアップルに返りくわけですが、まあその 一方でです、ね、実はコンピュータータだけじゃないですこういうアニメーション作品を作るコンピュータグラフィックスのアニメーション作品を作るということでピクサーという会社の株主っていうかね買い取ったわけなんですけどじゃあそのピクサーってねどういうアニメーション会社だったのかっていうことがつぶさに書かれています、えー、世界一のアニメーション企業の今まで語られなかった、まあ、お金の話で、ね、特に経営サイドの話です、えー、ローレンス・レビーっていう方が経営者だったんですがその方がどういうふうにしてそのピクサーを ほとんどねあの、ルーカスフィルムの中では、まあ、売られちゃったぐらいなので、あのいまいちな部門だったのが、今ではトイ・ストーリーとかね、はめて、たくさんのアニメーション作品を作るあの会社になりました、そんな話が書かれています。山中高情報創造館でこの本、なんと、利用者登録していただければ無料で読めますので、えー、ぜひご来館してご利用ください。では